スタートしましまたほぼ揃いました16頭先行争い、高野キングが押していますが先行争い、まだ一戦です、内から東方プリンセス、わずかに出てきます。 2番手広がってエスカーダ、K.I. ブリザード、さらには鶴丸ジュピター、これらが先頭に迫っていって、カレンちゃん5番手の位置、外から上がっていく V コナン、直後にジュエル・オブ・ナイルが追走で3コーナーのカーブに入ります、K.I. デイジー、爆心ポイント中段で、外から上がっていくノーワン・エルス、2バシン後方、中段から後ろは C マーク、タカノ・キング、内からレオ・パステルが追走で、2バシンさ、レオ・プライム後方3投目、スプリング・サンダーがいって、ペガサス・ヒルズ最後方600を切って4コーナーのカーブに向かいます、東方プリンセス、首ほどリード、並んでいった鶴丸ジュピター、 3番手に V コナンが上がっていますジュエル・オブ・ナイル、外から接近4番手、その後ろからはカレンちゃんが5番手インコースを追走、外はノ,ノーワンエルスです、4コーナーから直線、東方プリンセス逃げていますが、2番手から鶴丸ジュピター並んできます、内を狙ってカレンちゃん、外からジュエル・オブ・ナイル4頭、広がって200を切りました、あとは KI ・デイジー追い上げてきます、直線、残り100の攻防は鶴丸ジュピター、外からジュエル・オブ・ナイル、カレンちゃん、KI ・デイジー4頭、広がった、KI ・デイジー、ジュエル・オブ・ナイル、カレンちゃん、広がって5 外から4番 KIDG よく伸びました。内は7番カレンちゃん。